マッチョが喜ぶ筋肉飯、マッチョ飯。チャンヘイです。僕は筋トレと食生活によって100キロ間近の体から30キロの減量に成功し、フィジークやパワーリフティングの大会に出場しています。この動画ではそんな僕の体を作った筋肉のつく食事、またダイエットや減量にも向いているマッチョが喜ぶ筋肉飯を紹介しています。この動画の参考になる人は、食生活から体を変えたい人、トレーニングをしているパートナーがいる人、ダイエットや減量をしている人、もしくはこれからやる人です。今回は揚げないチンジャオロースを作っていきます。一人当たりの栄養素は白米抜きで以下のようになっています。総カロリー160キロカロリー、タンパク質 24.7、 脂質 4.2、 炭水化物 5.5。 今回は2人前で作りたいと思います。それでは用意する食材です。鶏むね肉 200g、 ピーマン5個、片栗粉大さじ1、醤油大さじ1、酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、砂糖小さじ1、オイスターソース大さじ1、ニンニクチューブ小さじ1、生姜チューブ小さじ1、ごま油小さじ1、塩コショウ少々。本物の中華は熱した油で食材に火を入れる油通しを行いますが、カロリーが高くなってしまうため、今回はその工程をせずに美味しいチンジャオロースを作りたいと思います。それでは調理です。ピーマンを半分に切り、種とヘタを取り除きます。その後ピーマンを潰し細切りにします。鶏むね肉を半分に切り、薄くスライスし、ピーマン同様細切りにします。タケノコはすでに細切りになっている水煮のものを使用します。ザルにあけて水を切っておきましょう。こちらは業務スーパーにも売っております。そしたら肉に下味をつけます。先ほどの細切りにした肉をボウルに移し、そこに酒大さじ1、ニンニクチューブ小さじ1、生姜チューブ小さじ1、塩コショウ少々加え混ぜ合わせ、全体が混ざったらそこに片栗粉大さじ1を入れ混ぜ合わせます。フライパンにごま油をひき、肉を強火で炒め、肉の表面が白くなってきたら中火にし、そこにタケノコとピーマンを入れ混ぜ合わせます。野菜の水分が飛び、全体がこのようにしんなりしてきたら、そこに鶏ガラスープの素小さじ1、砂糖小さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1、オイスターソース大さじ1を入れ混ぜ合わせます。全体にとろみがつき、野菜がしんなりしたらお皿に盛り付け完成です。揚げないチンジャオロース、早速食べていきましょう。肉を片栗粉でコーティングしてから炒めるため、全くパサついておらずジューシーでうまい。タケノコとピーマンのシャキシャキ感と濃いめの味付けによってご飯がバクバク進む最高の一品です。マジでこれは試してほしい。減量中に中華料理はなかなか工夫しないと食べれないと思いますが、これなら心配なく食べれると思います。このレシピは普段の食事ではもちろん、クリーンバルク、ローファットダイエット中にもおすすめです。普段食べる食事からはできるだけ脂質を抜く。これだけで太りにくくなるので、ぜひともやってみてください。できたチンジャオロースは Twitter もしくは Instagram でメンションしていただければコメントしますのでよろしくお願いします。それではまた会いましょう。See you next time. Bye. You feel so alive. I'm living the moment for you.